毎日思い出に、はん、い、んのです。こんばんは2022年9月19日の動画に記となります。撮影はね、かなり遅れて24日の夜5時ぐらいに6時前に撮っておりますけども、はい、今日は、えー、とタイトルにある通りですね,、えーとですねえー、とゲリラ豪雨だったんですね、19日は、はい、かなりゲリラ豪雨で本当にゲリラ豪雨。 時々曇りなんで、まあ、ゲリラというか、まあ、豪雨時々曇りと表現した方がいいと思うんですけどもそんな感じの本当に、えー、まあちょっとイライラするような人によってはイライラするような天気でした東京はずっとはい大変でしたね。はい であのー、19日中は、えーっとまあ、1個目は衝撃の事実とで2つ目がトライアル追加ということで、えっと、1個目に関してはですね、まあいつも本当に仲良く、えー、させていただいている、えー、先輩というかね友人というか、えー、仲お仲間というかねの、えー、いるんですけども。あのー なんだろないろいろまあ話していて歩きながら話していてね衝撃のね、えー、初めてね聞かされるというかね知る事実を聞いてですねすごいなと思いました本当にえー、っとまあえー、っとそれを聞くまでもね結構本当にえー なんだろうなすごいなと尊敬する、えー、部分とかがねいろいろまああったんですけどもその話を聞いてさらにこうあ叶わないなと、えー、思った次第です本当に、えー、すごいなと <laughs>、えー、とにかくすごいなと、えー、尊敬が、えー、さらにマシマシになった、えー、告白告白というかね衝撃の、えー、事実でしたはいえー、で2つ目としてはトライアル通過ということこれはの仕事の話で えっと、もう副業でね、クラウドソーシングサイトでし提案した仕事で、えー、っと2個目の副業あの仕事がね、通,通ってですねトライアルで記事をちょっと直してトライ,アルライアル記事を出したんですけどもそれがなんとかね、えー、これでなんか その求められているもの、えっ、ー、と満たせているかなぁと結構ドキドキしながら、ね、出したんですけども、まあ、すごい結構、えー、クライアントからの評価は結構あの上々で、えー、こんな丁寧に作業してくれてありがとうございましたという感じでぜひ継続してお願いしたいですということでね、えっ、ー、と通ったのであの嬉しかったです。はい。まあ、今回もねえっ、ー、とえっ、ー、と一個目にややり続けてる今ずっとやり続けてる。 方も結構その最初はえドキドキというかねえどれぐらいのやつが求められてるんだろうと思って飛び込んだら意外と案外全然求められているクオリティというかその作業量というかなんかクオリティはえ低い低いというかまあ低いって言ったらあれだけどそんなにねえと想定よりは全然あのそこまでではないなっていうことがねえとやっぱ飛び込んでみると分かるのでえ今回もねその通りでえちょっと。 あ,のありがたく通ったので、今後はちょっと、えー、頑張って、それもね、継続して、えー、まあ本当になんだろうな、えー、とりあえずさ最初に、えー、頑張って、えー、集中して、1週間ぐらいね、頑張って、そこからどんどん慣れてくると思うんで、慣れてきたらね、えーっと、コンスタントにね、こなせるようになって、っていう感じで、どんどんそういう感じで、えー、信頼を、えー、築いていきたいなと、さ、え、ば、ー、けるように、どんどん数をね、さばけるようにしていきたいなと思います。ということで、えー、19日の動画に来てよしたバイバイ。